アミノピリンは、鎮痛、抗炎症、下熱作用を有するピラゾロン誘導体の一つである。13C で標識されたアミノピリンを用いた、国旗検査は、肝機能試験におけるシトクロム P450、代謝活性の非間欠的方法として利用される。別名として、アミノフェナゾン、アミドピリンなどとも呼ばれる。無色、または白色の結晶で、匂いはない。クロロホルム、 エタノール、エーテル及び水に溶ける。水溶液は、ビアルカリ性。融点は107セッシー109度。1884年、ルートビヒクノールがアンチピリンと、塩酸、アショウ酸ナトリウムを作用させて4、ニトロソアンチピリンを作り、さらに4、アミノアンチピリンを作った。1896年から1897年、エアランゲン大学のビルヘルム・フィレーネがこの4。 アミノアンチピリンを N メチル化合物としてアミノピリンを創生しヘキスト社が発売した。下熱、鎮痛薬として19世紀後半から20世紀前半に広く用いられたが副作用の問題から現在はほとんど用いられていない。詳しくは後述。アミノピリンはアンチピリン同様に下熱効果があり、効力はアンチピリンの約3倍。鎮痛作用は アンチピリンやイソプロピルアンチピリンより強い。また、消炎作用を有する。しかし、副作用の懸念から治療目的の傾向薬としては現在は用いられない。日本において製造を販売されていた当時の適用は、一般の熱性疾患、結核性熱、インフルエンザ、感冒などの下熱、頭痛、脂痛、神経痛、月経痛、 関節竜町などの鎮痛であった。1922年、二年手術により重篤なアレギーナ様変頭炎を伴う特異的な頸部疾患が発症し、その全因が無下流球症によることが報告され、その後、アミノピリンによる血球現象は多くの追試がなされて因果関係が認められながらも広く一般に使用された。無下流球症の発生率は、 欧米人で1%以下、日本人ではさらに稀であるが、発生した場合の死亡率は20から50%である。日本においては、アミノピリンとスルピリンが配合された、一般用のアンプル入り風邪薬の使用による重篤なショックで、1959年から1965年までの間に合計38名の死亡例が発生し、高生症より、 製薬企業に対し製品の回収が要請された。また、大量投与すると、中枢興奮作用が見られ、痙攣を引き起こすことがある。さらに、アミノピリンが、消化管内で、ニトロソ化反応を起こし発がんにつながる、可能性が指摘され、使用禁止となる国々が増え、日本においても1977年傾向での、使用が禁止され、1979年には、 日本薬局法からも削除された。このため、2008年現在では注射剤が一部の動物用医薬品としてのみ用いられている。ルバゾン酸の構造式体内でグルクロン酸縫合され、または尿素と結合し、ルバゾン酸、またはアンティープルユーリアとなって尿中に排泄される。このために尿が赤色を呈する。 三関係抗うつ薬の結晶アルブミンとの結合を競合的に阻害する。ありがとうございます。